東日本大震災によるスポーツへの影響では、東日本大震災によるスポーツへの影響について記述する。公式戦中四国地震災発生当日の2011年3月11日に、挙行された日本プロ野球オープン戦4試合のうち、横浜ベースターズ対東京ヤクルトスワローズ戦と東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ戦が、コールドゲームとなった。 横浜スタジアムでは地震発生後にスタンドの観客をフィールドへ下ろして安全を確保するとともに周辺の公共交通機関が麻痺していたため復旧まで球場内で待機させた。一方、楽天は3月20日に予定していた中日とのオープン戦を中止し希望する選手を被災地でもあり本拠地である仙台に帰れるように調整していたが希望者がいなかったと報道されている。 しかし、楽天の田中正宏投手は4月12日、ツイッターでこの報道を否定した。また、当時楽天所属であった山崎武史内野手は、選手が仙台に戻る交通手段がなく、逆に仙台にいる選手の家族たちを、楽天球団側が手配して、東京に移動させたと証言している。結局、選手たちが本拠地仙台に戻ったのは、 震災から27日後の4月7日であった。また、3月12日及び13日に開催予定であったプロ野球オープン戦前試合が中止となったほか、関東地方に本拠地を構えるロッテ埼玉西部ライオンズ、ヤクルトはその後に地元で予定されていたオープン戦を全て中止した。日本国内で発生した地震によるプロ野球の試合の中止は2008年の岩で、 宮城内陸地震以来である。パシフィックリーグは周辺で液状化現象が発生したロッテの本拠地 QVC マリンフィールド及び施設が損傷した楽天の本拠地クリネックススタジアム宮城が使用不能状態であったため開幕を3月25日から4月12日に延期することが早々に発表された。一方、セントラルリーグは 当初3月25日に予定通り開幕すると発表したが、海江田万里経済産業大臣や高木義明文部科学大臣、さらに日本野球機構の監督官庁である文部科学省が東京電力、東北電力管内以外での開催と同管内でのナイター開催自粛などの要請を行い、さらに日本プロ野球選手会会長の荒井貴弘も、 ストライキも辞さない構えで延期の再考などを求めたためセリーグは結局二度にわたって開幕を延期し最終的には4月12日にセパ同時に開幕となったこれに伴い当初3月25日から4月11日に予定されていた試合はすべて9月20日以降に組み込まれそれに合わせてクライマックスシリーズが10月29日にセパ同時に開幕となり 日本シリーズも11月12日から開幕となった。これにより、特別1 0月の月間 MVP が設定されている。また、節電のために公式戦に限って延長戦の規定に、試合開始から3時間30分を超えて9回を超える新しいイニングに入らないという特別ルールを設けることになった。このルールは、電力事情を理由に2012年も継続されることになったが、 引き分け試合がこのルールで多かったことや、試合時間短縮に直接的につながらなかったとして、2013年以降は撤廃された。開幕からゴールデンウィークまでの試合日程について、仙台市と関東地方に本拠を置く各球団は下記の変更を行った。なお、利用再開に際し、西武ドームと東京ドームは、フィールド内と球場内各施設の照明を、 原灯スコアボードのののマルチビジョンの使用をを控えるなどの節電を実施東京ドームはさらに冷房の設定温度の引き上げと自家発電装置の使用による外部からの電力供給の削減を行った。その後、全国各地の原子力発電所の運転停止で、東北、関東以外の地域でも電力供給の問題が浮上したため、結局12球団すべての本拠地で、 照明の言動やドーム球場での夏の冷房設定温度の引き上げなどの節電を行うこととなった。このほか、5月10日に氷山総合運動場改正山の球場で予定されていたパリーグ公式戦の楽天隊、日本ハムは球場自体が避難所並びに災害復旧本部として使用されていたため仮復旧したケースタ宮城での開催に振り返られた。 また6月29日に、宇都宮清原球場で予定されていた、セリーグ公式戦、巨人対ヤクルト1試合は、同球場の設備の一部が損壊し、数ヶ月にわたる復旧工事が必要となったために、開催が中止となり、6月28日に、同カードが開催される、郡山総合運動場改正山の球場、22日の新潟アルビレックスベースボールクラブ戦、 26日のシナのグランセローズ戦を中止とした。阪神甲子園球場での第83回選抜高等学校野球大会は予定通り3月23日から4月3日まで開催された。ただし、開会式の簡素化やナイター試合の回避、成り物応援の自粛を行うとともに入場料収入の義援金としての提供や大会期間中には募金活動も行われた。 地震の被害を大きく受けた地域の学校の動きは以下の通り。その他秋田県の大館方明高校を含めた4校に大使地元の高校などが友情応援を行った。3月25日から開催される予定だった第12回全国高等学校女子公式野球選抜大会は中止が決まった。余波は夏の 第93回全国高等学校野球選手権大会にも広がった。8月6日、初日の開会式は例年通り午前9時開始だったが、8月7日2日目の1回戦から8月19日14日目の準決勝まで第1試合を朝8時から開始することを発表。さらに決勝戦は例年ならば午後1時に試合開始であったが、 本大会は午前9時30分に試合開始となった。夏の甲子園大会決勝戦が午前中に行われるのは過去93回の歴史を遡っても史上初のことであった。翌2012年8月8日開催の第94回全国高等学校野球選手権大会も節電を継続するとして同様の措置が取られることとなった。ただし、 選手の体調を考慮するとして、準々決勝、準決勝は午前9時、決勝は午前10時半と前年より1時間遅く、試合開始の措置が取られた。大学野球は、震災当時開幕前で、予定通り実施された。3月8日から開催されていたジャバ、東京スポニチ大会は途中で打ち切り、地震発生時に、決勝戦を行っていた NTT 西日本と、 j x エネオスの両チームが優勝となった。その後、春先から都市対抗野球大会開催までの間に例年、行われていた大会は軒き並み中止となった。東京スポニチ大会以外の地区連盟主催大会は中止とされたが、大半は出場予定チーム同士でのチャリティゲームとして同一日程で開催された。企業チームの一部は野球の練習を一時的に取りやめたほか、 本拠地を離れての活動を余儀なくされた。JR 東日本東北や77銀行の選手は車両に専念した。また、日本製紙石巻は練習グラウンドを自衛隊が使用したため、旭川など他地区の工場を転々とした。都市対抗野球大会については開催そのものが危ぶまれたが3月25日に開催された。 日本野球連盟理事会では開催時期、開催球場を変更した上での開催を決定。その後5月19日の臨時理事会にて10月に京セラドーム大阪で開催されることが決定した。大会の予選では東北地方の一部のクラブチームが出場を取りやめたが企業チームは予選に参加した。都市対抗野球が秋の京セラドーム 大阪開催となったことで2011年の社会人野球日本選手権大会は中止となり、当年度に限り、第82回都市対抗野球大会の優勝チームが日本選手権優勝チームを兼ねる扱いとなった。地震当日の3月11日、J リーグは3月12日及び13日に開催予定であった J1、J2 のすべての公式戦の中止を決定した。 全試合が中止となるのは J リーグ史上初めてであり、発売中であったととは全額払い戻しとなった。特に被害の大きかったベガルタ仙台、鹿島アントラーズ、ミトホーリーホックなどのクラブが一時的に活動休止に追い込まれ、また仙台やミトを含む東日本の数チームで外国人選手がチームと契約解除し母国へ帰国する事態も発生した。結局、 公式戦は4月23日に再開されるまで1ヶ月以上休止されることとなった。再開後も東北電力、東京電力管内での試合については、開催時間の変更が随時検討されることになり、鹿島は本拠地の鹿島サッカースタジアムに震災の被害が出ているため、5月末までに予定されているホームゲームの開催地を移して試合を行うことになった。 5月には、東北出身 J リーガーを中心に、東北一玉を持つ J 選手の会を結成、サッカー復興に向けボランティア活動を開始した。3月16日、3月25日及び29日に、予定されていたキリンチャレンジカップに試合の中止を決定。3月29日には、当初のニュージーランド代表との試合に代わり、急遽日本代表と、 J リーグ選抜とが対戦するチャリティーマッチ東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ頑張ろう日本を長いスタジアムで言った4月5日競合との真剣勝負による強化の場として位置づけられていた南米選手権コパアメリカ2011について同選手権開催時期に J リーグの順延分を当てるため参加を辞退することが発表されたその後 主催者から出場を再考するよう促され、日本サッカー協会は、欧州のクラブに所属する選手を主体としたチームを編成して出場することを目指した。しかし、異なる大陸の大会への招待のため選手招集に強制力はなく、多くのクラブから招集を拒否された。結局、5月17日、出場自体が正式に発表された。3月から4月に開催予定だった。 東京セブンズ第12回全国高校選抜大会などの大会が中止となった。また、4月から5月にかけて開催予定の2011年アジア5カ国大抗は、七分宮ラグビー場で開催予定だったスリランカ戦が対戦国に変更され、全試合国外開催となった。バスケットボール女子日本リーグ機構は3月12日、郡山市、 13日代々木第2体育館で開催予定であったプレイオフファイナル第2戦、第3戦を中止、15日、17日開催予定の第4戦、第5戦も中止した。これにより WJBL はリーグ戦及びプレイオフセミファイナルの結果をもとにファイナル進出にチームよりレギュラーシーズン1位の JX をリーグチャンピオン。 レギュラーシーズン2位のトヨタ自動車を2位とする順位決定を行った。なお、第1試合の結果も無効扱いとなった。日本バスケットボールリーグは3月11日、12日、13日開催予定の試合を全て延期した。最終的には残り全試合中止に至った。レギュラーシーズンは3分の2以上を消化しているため順位は決定しているものの、 プレーオフは中止となったため優勝チームなしとなった。日本プロバスケットボールリーグも3月12日、13日開催予定の試合を全て中止した。このうち特に被害の大きかった仙台89アーズと停電の影響を受ける可能性が非常に高い埼玉ブロンコス、東京アパッチの3球団がシーズン終了までの一時活動休止となった。 その他の球団については一部試合中止やカード、変更はあるものの19日に試合を再開した。しかし、今季の残りの活動休止を決めた仙台89、アーズは入場料収入がなくなったことによる資金繰りの悪化を理由に3月15日付で、選手、コーチ全員の契約を解除し、日本人選手の多くは仮保有権を持ったままで他チームにレンタル移籍をすることとなった。 戦術の理由のため来季の参戦の見通しも立っていなかったが、仙台と埼玉については2011から12シーズンからも参戦が決定。しかし、東京はスポンサー収入の落ち込み他の理由で2011から12シーズンの参加は断念し、後に解散した。代わりに東京サンレーブスが参入することとなった。日本バスケットボール協会主催、大会のうち、 第37回全日本、クラブバスケットボール選手権大会、第24回都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会、第42回全国ミニバスケットボール大会、第9回全日本、デフバスケットボール選手権大会が中止となった。日本バレーボールリーグ機構は、V プレミアリーグ、V チャレンジリーグのレギュラーラウンド残り全試合、セミファイナルラウンドファイナルラウンド及び、 V チャレンジマッチの中止を3月14日に発表した。これによって、プレミアリーグ男子は、酒井、同女子は JT が、チャレンジリーグ男子は JTEC と、同女子はアゲオが優勝と決定した。また、6月開催予定のバレーボールワールドリーグの日本ラウンドは、国内全試合の開催を中止し、対戦相手国にて代替試合を行うことを決定した。 さらに11月開催の2011年、ワールドカップバレーボールの開催場所も一部変更された。女子の日本戦が行われる A サイトの試合は、当初第1ラウンドは国立代々木第一体育館、第2ラウンドは仙台市体育館で開催予定だったが、いずれも広島サンプラザに変更された。また V チャレンジリーグ2011から2012、 シーズンの女子公式戦においても影響が生じた。2012年1月7日並びに1月8日にリーグ戦3試合が茨城県日立中市にて組まれ、当初の日程では日立中市総合運動公園総合体育館で開催される予定であったが、東日本大震災により施設の損壊が生じたためにこの体育館が使用できなくなり、日立オートモティブシステムズ体育館での 代替開催に変更となったのみならず、日立オートモティブシステムズ体育館は、企業施設であったことから、観客席設置ができず、日本バレーボールリーグ機構の決定により、無観客試合で大会を開催した。大学バレーでは、東北大学春季リーグと関東大学春季リーグが、それぞれ大会を中止した。日本ハンドボールリーグは15日、3月12日、13日に、 コマザー体育館で開催を予定していたプレーオフの開催を男女共に中止したと発表した。レギュラーシーズンの順位を今期の最終順位とし、男子は大崎を恐る、女子は北国銀行ハニービーを優勝とした。また、岩手県花巻市で開催予定だった第34回全国高等学校ハンドボール選抜大会。 富山県氷見市で開催予定だった第6回春の全国中学生ハンドボール選手権大会も中止となった。3月12日から15日にかけてアジアリーグアイスホッケープレーオフファイナルの第1戦第3戦が行われる予定だった。福島県郡山市のバンダイアタミアイスアリーナは地震で損傷し使用不能となった。日本アイスホッケー連盟は11日夜、 第3戦までの中止を発表した。15日には、韓国安陽市で行われる予定だった第4戦、第5戦の中止も発表された。その後、今後のプレイオフの延期をしないことを決め、2チーム優勝とすることを決めた。2012から2013シーズン現在、2010から2011シーズンプレイオフファイナル開催予定だった福島県。 郡山市のバンダイアタミアイスアリーナで公式戦は行われていない。また4月17日から23日に行われた2011年アイスホッケー世界選手権ディビジョン I は加盟団体などとの協議の結果国全体で復興を優先すべきと考え参加を辞退。3月13日に愛知県名古屋市で開催される予定だった。 名古屋国際女子マラソンも観客の安全面と被災者の心情、警察官の被災地派遣に考慮して主催者である中日新聞社などが急遽中止することを決めた。同マラソンの中止は大会始まって以来初めてである。なお、同マラソンは翌2012年から名古屋ウィメンズマラソンとして開催されることが決まっていたため、結果的に 名古屋国際女子マラソンという名称での開催は2010年が最後となった。上記名古屋国際女子マラソンの中止に伴い、4月17日に世界陸上テグ大会女子マラソン日本代表選考を兼ねて開催される予定であった長野マラソンも震災救援に伴い大会運営に必要な人員の確保ができないことを理由に、3月22日に大会中止が発表された。 このため、女子マラソン日本代表選考の対象大会として、日本陸上競技連盟は4月17日のロンドンマラソン、及び4月18日のボストンマラソンなどを指定した。3月31日、第21回仙台国際ハーフマラソンの中止が報道された。日本水泳連盟は4月5日から4月10日の日程にて開催予定であった日本選手権。 水泳競技大会競泳の部などを中止した。理由は、当初会場の東京辰ツ国際水泳場のプール推進を操作する稼働床が地震で破損したため。なお、日本水泳連盟は別の会場で代替大会を開催する方針を決め、4月9日から4月11日に、静岡県浜松市の古橋、広野新記念浜松市総合水泳場にて、 2011年度、競泳国際大会代表選手選考会が開催された。また、辰巳国際水泳場で行われる予定だった、ジュニアオリンピック春季大会も中止とし、個人種目出場権獲得の選手を夏季大会への代替出場を一部を除き認めた。ジュニアオリンピックカップの中止は、日本選手権同様初めて。5月のジャパンオープン。 7月のジャパンマスターズは2場所を変更し開催。東北地方の選手の移動に支障が出ているため、3月12日と13日に札幌市のバンケースキー場で開催を予定していたフリースタイルスキーモーグルの全日本選手権が中止されたほか、3月16日から19日に同じく札幌市の白旗山競技場で開催予定だったノルディックスキー。 距離の全日本選手権も中止となった。大体開催は行わない。また、3月19日に予定されていた伊藤杯、シーズンファイナル大、倉山ナイタージャンプ大会も中止となった。3月21日より、東京都渋谷区の国立々木競技場、第一体育館で開催予定だった2011年世界、フィギュアスケート選手権が中止され、 大体開催を4月24日から5月1日までモスクワで行うことが決まった。また、同年の国別対抗戦も中止となった。こちらは大体開催の設定はなかった。高知県で行われていた女子プロゴルフ横浜タイヤ BRGR レディスは2日目以降のラウンドが中止となったため競技不成立となった。また、18日から 鹿児島県で開催予定であった T ポイントレディスゴルフトーナメント4月1日から静岡県で開催予定だったヤマハレディスオープンカツのさらに4月8日から兵庫県で開催予定だったスタジオアリス女子オープンの3試合が相次いで中止となった。なお、男子プロゴルフは開幕が遅かったこともあり開催中止は発生しなかった。 4月16.17日に有明コロシアムで開催予定だったフェドカップワールドグループ2部入れ替え戦日本対アルゼンチンは7月16.17日に延期され会場もミキ総合防災公園屋内テニス場に変更となったその他アジア大学国際女子オープンなど東日本を中心に3月から4月にかけて開催予定だった大会も 中止や延期となった。2011年の第51回世界卓球選手権個人戦では、東北地方太平洋沖地震からの復興を願い、日本選手団及びその趣旨に賛同したカナダ、ハンガリー、エジプト、ニュージーランド、コロンビアの5カ国の選手が、忘れない3.11というメッセージの入れられたウェアでプレーした。また、ITTF 総会で2014年の 第52回世界卓球選手権団体戦の開催地に東日本大震災からの復興を目指す日本の東京が選ばれた。これについてはアダムシャララ会長より日本卓球協会への打診が事前になされ対抗場と見られた同派が辞退した結果無投票で開催地が決定した。3月19日3月20日に 岡山国際サーキットで開催予定だったスーパー GT の公式テストは中止となり、同サーキットで開催予定だったスーパー GT 第一戦の開催は延期された。鈴鹿サーキットは3月12日13日に開催予定だったモータースポーツファン感謝デーとフォーミュラ日本の合同テストを中止、6月19日に開催予定のフェラーリチャレンジ開幕戦も 中止となった。栃木県茂木町のツインリンク茂木は、今回の地震で一部コースのひび割れやスタンドの崩壊などが見られ、営業を中止し細かい被害状況の調査を行っているほか、同所で4月に開催予定だったスーパー耐久開幕戦とモートジッピー日本グランプリが延期、さらにスーパースピードウェイに地盤ルーキが発生し、 回収が必要かつ社会的影響や安全性、費用などを考慮し、R との競技の結果インディジャパン300の開催をロードコースで行うと発表した。宮城県村田町にあるスポーツランドスゴも施設内の道路の一部が陥没していると報じられ、その後施設の大きな破損もなく、社員については怪我人もいない状況としたものの、全面復旧には時間がかかる見通しとなっており、 4月3日までのすべてのイベントが中止、または延期となっている。仙台市青葉区の仙台ハイランドもコース自体には被害はなかったもののコースサイドに陥没が見られたり、コントロールタワーが傾く周辺のアクセス道路が土砂崩れで埋まるなどの被害が発生している。このほか日本モーターサイクルスポーツ協会が主催する主な大会では3月19日、 20日にスポーツランド、スゴで開催予定の全日本遠流路選手権第一戦4月2日3日に熊本県 HSR 九州で開催予定だった全日本モトクロス選手権第一戦同じく4月に3日に茨城県つくばサーキットで開催予定であった全日本ロードレース選手権第一戦4月17日に兵庫県 稲川サーキットで開催予定であった全日本トライアル選手権第2戦をそれぞれ中止とした。3月27日から29日にかけて、熊本、福岡両県で開催予定だった全国高等学校選抜自転車競技大会と4月3日に開催予定だった第36回チャレンジサイクルロードレース大会5月15日から22日まで開催予定だった。 ツアーオブジャパンが中止になった。地震当日の3月11日は全日本プロレスが石巻市総合体育館で工業を行う予定だったが現地入りしていた選手、スタッフが被災し、工業も中止。全日本はこの石巻市の工業を含め東北地方で開催予定だった6大会が中止、延期となった。東北地方を拠点とする 道の区プロレスも11日から13日にかけて森岡市、八幡町、仙台市で開催予定だった3大会を中止した。東京、高楽園ホールでも天井や建物にダメージが確認され、東京ドームの要請により11日以降に予定されていたボクシングの大会および十三日の女子プロレスットアカデミー幸楽園大会の開催が中止され、 これ以降に予定されていた大会もすべて中止。21日のアイスリボン、第日本プロレスから稼働を再開した。このほか、震災翌日の3月12日に新宿フェースで予定されていた、ジュエルズトゥエルフスリングが中止となり5月14日の大会が中夜工業に変更され、四月八日に東京、両国国技館で予定されていた、ボクシングドリプル世界戦の会場が、 神戸ワールド記念ホールに変更された。また、3月27日に開催された DDT 高楽園大会では、通常使用する映像の代替として、控室でのやり取りをリング上で行う、時間差入場のカウントダウンを手作りのボードで行うといった、節電対策を逆手に利用した工業を実施。この年のファイティング TV サムライ、インディのお仕事、 制定日本インディー大賞ベスト工業賞を受賞、同時にメインイベントの試合 VS 班、福光太がベストバウトを受賞した。3月20日に東京、両国国技館大会が予定されていた男子プロレス団体、ドラゴンゲートも原発事故によりファンの安全確保を万全に約束できないことを理由に中止された。3月21日に旗揚げが予定されていた。 女子プロレスディアラも会場となるディファ、有明周辺でダメージが確認されたことなどの影響を理由に中止。4月17日に変更された。アマチュアでも神奈川県立体育センターで開催されていた第9回全日本女子アマチュアボクシング選手権大会が12日以降中止になり、また3月24日から27日に茨城県立スポーツセンター体育館で 予定されていた全国高等学校ボクシング選抜大会についても中止となった。福島競馬場は競馬場施設が甚大な被害を受けたため、2011年に予定されていた3回祭をすべて中止。第2回は中山競馬場にて大体、第1回と第3回は新潟競馬場などに振り替えた。また、 福島第一原子力発電所事故の発生により、福島市は放射線量が高いため、放射性物質の除染を目的とした芝コースの一部、張り替えやダートコースの砂入れ替えを行った。すべての施設復旧工事を終え、2012年4月7日より、福島復興記念競馬として約1年半ぶりの競馬開催を再開した。地震発生時に開催していた競馬場では、 大井競馬場が開催を打ち切ったほか、その他の地区でも3月12日から14日にかけて開催の中止が相次いだ。船橋競馬場では本馬場,場に液状化現象が発生したため2開催連続で開催を中止した。南関東公営競馬は4月12日の川崎競馬場から競馬開催を再開したが、4月中は節電のため、川崎大井のナイター開催。 および、浦和の白母開催を昼間開催に変更した。被災地にある岩手県競馬組合では、水沢競馬場が施設に甚大な被害を受けたため、3月中に開催予定だった水沢競馬を中止したほか、4月2日に水沢競馬場で開幕予定だった2011年度の岩手競馬を5月14日に延期して開幕した。当面の開催は、 森岡競馬場のみで行い、水沢競馬場では場外発売のみ行っていたが、12月10日から2012年1月9日まで水沢競馬を開催することが発表された。大津波の被害を受けた場外発売所のうち、テレトラック釜石は再開せず閉鎖した。その他の公営競技は、 地震発生後開催の打ち切りや中止が相次いだ。施設面では、岩木平競輪場や鳥出競輪場、気流競艇場などで施設が損傷するなどの被害が出た。競艇、競輪、オートレースはいずれも3月末まで予定していた、すべての開催を中止した。なお、大津美和湖競輪場はもともと3月末で廃止予定であり、3月11日から13日の予定で、 最終レースのビワコファイナルカップが開催されていたが、12日以降の開催は中止となり、震災後の開催休止期間中に廃止となった。ボートレースは、被害の大きいボートレース気流を除き4月1日以降、東日本大震災被災地支援競争として再開。電力事情に配慮して休止していたナイター競争も、4月25日を初日とする開催より順次再開。 ボートレース気流は5月3日よりナイターで開催を再開。また、年末に行われる賞金王決定戦競争まで全ての SG 開催を東日本大震災被災地支援競争とし、総売上げの1割を拠出する。競輪は西日本地区で4月1日以降、東日本大震災地支援競輪として再開したが、電力事情に配慮して、 ナイター開催を昼間開催に変更した。なお、川崎競輪場では5月21日から、京王角競輪場では5月27日から、ナイター開催を再開した。施設が甚大な被害を受けた鳥出競輪場では、損傷したスタンドの一部取り壊しを進め、2012年10月22日より、競輪の開催を再開した。オートレースは4月14日の産業。 オートレース場より西日本に所在するサンバで東日本大震災被災地支援オートレースとして再開。東日本のサンバでは場外発売に限って再開した後5月7日の船橋から順次開催を再開した同年全国警察柔道大会全国警察柔道選手権大会が中止同年全国警察剣道大会 全国警察剣道選手権大会が中止。前月に大相撲やお帳問題が発生したことにより、震災が発生する3月11日までに多くのイベントが中止となったため、この震災を理由とした開催中止は発生しなかった。一例として、3月13日から27日に大阪府立単育会館で予定されていた春場所の実施中止は、 八百ち問題発覚直後の2月6日に決定している。2020年夏季オリンピック国内招致に向け、東京都と広島市が名乗りを上げていた。震災後に行われた第17回、統一地方選挙後、東京都知事に再任した石原慎太郎は、今後の招致活動について明確に答えなかったが、広島市長に信任した松井和美は、 震災の影響も配慮し承知断念を表明した。ありがとうございます。